こんにちは、竹友です。今日はインスタ集客、月商100万円までのロードマップということで、チャット GPT を使って実際に自分の理想の目標に達成するためには、今何をして、将来何をしなければいけないの、どんな壁にぶつかる可能性があるの、ワークライフバランスについてどういうふうにすればいいの、そんなことをチャット GPT に質問をして、自分オリジナルのロードマップを作る方法をご紹介します。最後に今回使ったプロンプトのプレゼントのご案内と、あとインスタ集客では欠かせないインスタコンセプト設計の、小冊子プレゼントもあるので、ぜひ最後まで見てくださいね。インスタ集客で目標の売り上げを目指すためには、具体的なアクションプランって重要ですよね。だけど忙しい中で日々の業務に追われていると、長期的なビジョンだったり具体的な目標に向けた行動が見えづらくなったり、インスタで日々誰かの活躍が見えると自分の状況をこう客観的に判断できなくなって、モチベーションが下がったり方向性が見えなくなったりすることあります。なので周りに流されずに自分自身の価値観や目標に近づく行動が指標のようなものがあると、迷わずに行動できると思いませんか？今回のロードマップを作るプロンプトは、日本トップレベルの経営コンサルタントやメンタルコーチ、業務効率化のプロ、そしてインスタマーケティングのプロからのアドバイスがもらえるようにプロンプトを組んでいます。なので壁打ち相手としてはいいアイデアがもらえる可能性が高いです。集まる集客強み発掘コンセプト設計コンサルタントの武田です。この動画では個人起業家さんが集める集客を集まる集客にガチャリと切り替えるためのお役立ち情報を発信しています。有料級のコンテンツをお届けしますので、ぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。では早速、チャット GPT に、プロンプトを入れてロードマップ作っていきたいと思います。で、今回利用するそのロードマップというのが、この集まる集客総計にすでに記載しているんです。こちらのプロンプトですね、こちらを使って、今回やっていきたいと思います。で、ここのですね、私は〇〇ですから、抱えている問題に関しては今のご自分の状況を入力していただくと、オリジナルのロードマップができますので、入れてみてください。で、私もね、ここに、例として入れてみました。ではこれで見てみたいと思います。どんどんね、月ごとの目標だったり、経営的視点からのアドバイスだったり、メンタル的な視点から、書いていってくれます。ポイントなんですけれども、自分の状況を、かなり詳しく書くことっていうのが一つポイントです。特に自分の目指しているゴールに関しては、目標数値と期限を書いておくと、詳細であればあるほどそのデータをもとに、アドバイスしてくれます。あとですね、抱えている課題に関しては今どのような課題を抱えていて、なぜそうなってしまっているのかというのを具体的に書いておきましょう。そうするとこちらも具体的にアドバイスが返ってきます。プロンプトを使う時の注意点なんですけれども、これチャット GPT 全体に言えるんですが、まず返ってきたアドバイスを鵜呑みにしないということですね。あくまで今回ご紹介するチャット GPT の回答が全てではないです。でかなりいい回答をしてくれた時でも、本当かなっていう疑いの目は持っておきましょう。これはどんな情報に対してもそうだと思うんですが、これを見てくれている皆さんであれば大丈夫だと思うんですけれども、最終的には自分で責任を持って情報を扱ってください。ちょっとざっくりしすぎているので、それぞれのアドバイスを、小学校6年生でも今すぐ動けるくらいに詳細に解説してもらえますかと、そんな風に聞いてみました。すると、こんな風に出てきます。プロンプトを使う時の注意点、2つ目、機密性の高い情報はチャット GPT に入力しないことですね。これはチャット GPT に送られた情報というのはオープン AI の開発者に見られたり、今後の学習データとして使われる可能性があります。なのでお客様情報などは絶対入力しないように気をつけてください。そして3つ目は依存しすぎないということですね。あくまでチャット GPT は壁打ちだったりとかアイデア出しとして使ってもらえるといいです。これ私の失敗事例なんですが、チャット GPT から出た
回答に依存することでドツボにはまったことがあります。なので相手が何かこうした方がいいんじゃないですか、こうした方がいいんじゃないですかっていうものに対して、聞き続けたんですね。そうすると、永遠に壁打ちが終わらないので、こういった失敗は皆さんしないように気をつけてください。あくまでチャット GPT はもう優秀なアシスタントというくらいの認識で使いましょう。さて今回ご紹介したプロンプトを活用して、自分の状況に当てはめれば、少なくとも自分では考えなかったアイデアが生まれたり、参考になる方向性を出してくれると思います。さらに今回のプロンプトで出た回答と壁打ちする中で、自分だけのオリジナルロードマップを作ることもできます。今回使ったチャット GPT プロンプトが欲しい方は概要欄にお受け取りの方法を貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。またインスタ集客自体に迷われている方に向けて、インスタコンセプト設計の小冊子を現在プレゼントしています。概要欄のリンクからメルマガ登録していただくとお手元にメールでお届けしますので、ぜひこの機会にお受け取りください。さていかがでしたでしょうか。集まる集客総研ではこれからも集める集客を集まる集客にガチャリと切り替えるお役立ち情報を発信していきます。今回の動画が参考になった方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。